仕事、このイチゴに隠れて見えないけど、ブルーベリー洗った。あと昨日、一昨日と3日ね、のカレー、ホミーのカレー。チキンとカレーとスリットソース。お、もう終わっちゃうんだ。開けてるだけなのに、うん、足がめっちゃ痛い。じゃあ半分閉める。なんかこれ結構みずみずしい、このアボカド。ホミもうお腹いっぱい？なんか全然なんだけど、もうホミの食事の前にもなんか食べとこう。これパン5枚目だ今。パンってみんなどれぐらい？2枚とか普通とか関係ない。そうだね、食の量が違う。みんな一食してないから30くらい出てるから、これぐらいでいいっていうものがあるけどさ。そうね、ちゃんとお腹いっぱいになる前に食べたいよね。なんかお母さんが私の動画見て、そういえば私ラズベリージャム好きだったって言って、でも日本で全然売ってないからって言って買って帰るって言って2個も買って帰って、それを聞いて、あ、私も食べたいと思って、久しぶりに。あら、なんかいくらでも食べれそうなんだけど。
ミが買ってきたチョコレートじゃん。よいしょ。今電子レンジで温めた韓国の干し芋。いやいやいや、すごい塊。あとお母さんくれたせんべい。これさ、のり巻き、サラダおかき、醤油おかき、ザラメってあって、ザラメあんまり好きやないから今ホミにあげた。ホミザラメ好き？ザラメ好き？嫌いではない。あ、なんか袋から出てるザラメが1個いる。しかも袋もない。本当に裸で入ってる。なんだこれ。ホミが嫌いではないって言ってたから全部あげた。あ、まだこれもあった。私も嫌いではないけど、特に好んで食べないかな。でもこのサラダ味もすごい美味しいし、普通の醤油とかも好き、塩も。コミ、お芋食べる？芋食べる？お芋。なんで笑ってんの？なんで笑ってんの？おかしい、小腹で取る。なんか今日は変な天気。晴れてるような、雨降ってるような。あれ、もう終わったのかな？あの石を置くだけだったらすぐ終わる。素敵な箱に入ってるけど、8個しか入ってない。8個しか入ってないから八つ橋かな。もう半分なくなっちゃった。ポリ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 止まらない。